まるまるもりもりみんな食べるよ。子供たちに大人気のまるもりダンスを作った浜田ペコ美和子さん。親しみやすい振り付け作りをする一方、ミュージシャンとしても活躍しています。よくできました。浜田さんの父は阪神タイガースの前身大阪タイガースで活躍し、野球殿堂入りした松木健次郎さん。愛称のペコは父がつけたということです。舌を出す癖が、藤井のペコちゃんみたいに出す癖があって、父がもうその時からペコになってました。なので美和子と呼ばれたことは父が亡くなるまでほとんどというか一回もないですね。3歳の時からピアノやバレエを習っていた浜田さんは、高校卒業後プロのミュージシャンになりました。そして松任谷由実さんのバックコーラスをやっていた時に振り付けを始めました。振り付けの先生がお忙しいとかっていう時に、ちょっとここやっといてとか、それでちょこちょこその、コーラスの振りをちょっとやってみたりとか。私は結局その小さい頃から音楽をやってダンスをやってきたので、ミュージシャンの大体こうプレイする感じっていうのが自分で分かったんですね。マルモリダンスの依頼が来たのは東日本大震災の直後。日本全体が暗く沈む中、仕事を引き受けました。お話をいただいても、自分でこうなんかうまく考えられることができなくて、子どもたちが明るく踊れるっていうことが頭の中で考えられるんだろうかと思って、鏡に向かって何回か考えようと思ったんですけど、なかなか考えられなくて。気持ちが乗らない浜田さんにヒントを与えたのが、子どもやお年寄りがやっているラジオ体操でした。なんかそのやっぱり体を動かすと元気になるっていうことがあると思って、下手にその頭で振りを考えようとかって思うんじゃなくて、なんか自分もやってて楽しかったり、本当にちょっと体操するような気持ちで歌を歌いながら、要するに歌詞を割とそのままの形であんまひねらずに、なんかそういうふうに体操的に考えたら、ひょっとしたらなんか楽しく考えられるんじゃないかなって、ちょっと考え方を変えられたっていうのは、本当その私も心にこうぐってきた気持ちがあったっていう、その震災後だったからだったような気がします。まるまるは子供の頃にした泥団子遊びのイメージ。分かりやすい振り付けは大人から子供まで楽しめるのが特徴です。僕からしたら魔法使いですね。こんなに動き一つで人の体を大きく見せたり、キラキラが増すんだなっていう、本物の魔法使いですね。真似したくなる。浜田さんは振り付けだけでなく、浜崎あゆみさんのライブではおよそ10年間バックコーラスを務め、自ら作詞作曲した歌でライブ活動も行っています。曲のタイトルにもなっているまっすぐに、まっさらに。物事をまっすぐ見つめ、変化にはまっさらな気持ちで対応していきたい。浜田さんは自分の振り付けについてもまっさらな気持ちで踊ってほしいと言います。まっさらな気持ちでふって受け入れた時に、すごくそこでそのままの素直な形が出てくるので、それが結果こう人にも伝わるのではないかと思って、私は今そういうことで振りも作っています。感じたままに楽しく踊るっていうことが本当に子どもたちにとってもいいんじゃないかなと思って。夢は歌って踊れる人。まだその途中にいるという浜田さん。これからも元気な踊りと楽しいライブで音楽の素晴らしさを伝えていきます。